はいどうも、田原元成です。この動画で天皇賞秋こちらのデータ分析を行っていきたいと思っております。いよいよイクイノックスが復帰するという一戦でもあるんですけれども、このイクイノックスに合わせるかのように、ドーデュースだったりですとかね、かなりその世代を代表するような、そんな馬たちが集結したかなり注目の一戦となっております。まずはデータの方から紐解いていきたいと、そう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、でやっていきましょう。まずは一番人気馬の成績なんですが、こちらの方が6211馬券内率なんと 90%、これ一番人気馬の信頼度ね、天皇賞秋においては非常に高いです。でそれに伴いまして人気別の激走がねめちゃくちゃ少ないというそんな傾向も出ておりました。7番人気以下の激走はたったの4回ということで、このレースにおいてはねやっぱ人気馬優位の傾向が伺えたというそんな印象です。続いてはローテーションの成績です。こちらなんですけれどもね、安田記念組がめちゃくちゃいいわけなんですけれども、今年ちょっとね残念ながらその該当馬がいないというそんな状況でした。でダービー組もいないという状況ですので、今回で言うとね、前走宝塚記念組、要するに前走 G1 組が非常に強いというそんな一戦でもありまして、もう結構ね近年なんかはそれが主流なんですけれども、前走 G1 からのぶっつけローテ、こういったローテーションで臨む馬が優勢というそんな傾向が伺えます。はい、続いては血統ですね。こちらなんですけれども、結構ね、わかりやすいような、そんな特徴がありまして、父サンデーサイレンス系が4勝、そして金亀系が4勝、さらにはロベルト系が2勝ということでね、この3大血統というか、そういったところに勝利が集中しておりました。中でもやっぱディープサンクですよね。これかなり激走が多くてですね、過去に11回の、馬券圏内があったという、このいわゆる天皇賞秋に強いという、そんな血統となっております。で、こちらの該当馬なんですけれども、例えばですね、今年の天皇賞、春を勝った、ジャスティン・パレスですとか、前走札幌記念勝ち馬プログノーシス、こういったあたりが該当をしております。もうだんだんとちょっと母数が少なくなっている血統ではあるんですけれども、まだまだね、G1 においては、見逃せないという、そんな血統です。はい、続いては年齢別の成績です。こちらなんですけれどもね、4歳から5歳。こちらのゾーンに入った馬が8勝ということで、かなりこのレースのね、中心を占めるという、そんな結果となっております。2着10回が全て4歳馬から5歳馬ということで、ある意味この2着付けみたいな、そんな馬券的な戦略もできるのかなという印象なんですけれども、その一方で、高齢馬ですね。まあ、6歳以上も高齢馬と定義したときに、6歳以上ってたったの1回しか馬券圏内がないということで、高齢馬にとってかなり厳しい、そんなレースであることは覚えておいてください。はい、続いては枠順別の成績です。こちらなんですけれどもね、4枠という、結構なんだろう、ちょうど真ん中ぐらいのそんな枠順なんですが、こちらも5勝ということで、このレースにおいてかなり群を抜いたという、そんな成績となっております。で、あとこのレースの特徴としてですね、やっぱ1コーナーまでが結構そんな長くないという条件ですので、外枠がかなり、不利という結果が出ております。8枠の成績が00222ということで、1等も連帯がないという、これかなりきついようなデータになっておりますので、もしかしてこのゾーンに人気馬が入っちゃうとね、なかなか難しいようなそんな枠順のデータとなっております。はい、続いては客室別の成績です。こちらなんですけれども、先行から差しですね。まあ、これのいわゆる好位を取ったようなそんな馬たちのゾーンが10勝ということで、このレースにおける全ての勝利馬を輩出しておりました。特に前走アガリサンハロー最速、こちらの成績がかなり良くてですね、前走アガリサンハロー最速かつ東京で、それを記録した馬は過去に4勝ですかね、それぐらい上げておりましたので、東京できれる足を使った馬は再度ここで警戒したいというそんなデータが出ております。で、最後にお伝えするのがですね、今回出走する馬の中で、高走率が高いデータと低いデータ、そしてプラスワンのデータです。まずは、高走率が高いデータの1個目なんですが、こちらの該当馬がイクイノックス。この馬に該当するんですが、前走国内 G1 で1番人気、そして、東京芝 2000m 勝利実績あり、この2つに該当した馬が3010馬券内率 100% を誇っておりました。4回というサンプルではあるんですけれども、その中で3勝を挙げているという、これかなりのやっぱね、高走率の高さを示しているデータだと感じております。まあ、これ何が言いたいかと言いますとね、要するに前走国内 G1 で1番人気。正直このデータだけでもね、馬券内率 90% 近くという、そんな成績を残していたんですけれども、そこにさらに掛け算で、この東京 2000m の実績があるかないか、そこでさらに高走率がぐんと跳ね上がったというデータとなっております。で、早速、この該当馬ですね、このイクイノックスについてなんですけれども、今更ちょっと説明のしようがないという、そんないわゆる世界最強クラスのホース、馬なんですけれども、この馬は昨年このレースを勝ちまして、当時がパンサラッサが、かなり逃げる形だったんですけれども、直線ズドンと突き抜けるような末脚でした。でそこからの快進撃はもう言わずもがなでして、有馬記念を勝って、さらにドバイを勝って、前走宝塚記念もね、結構ギリギリではあったんですけれども、きっちりと勝利を収めたそんな一頭となっております。
やっぱ前走を見る限りですね、やっぱ関東圏もっていうと東京、そこが一番合っているというね、そんな印象でもありますので、まあおそらくこのまま順調にいけばリバティアイランドとの、ね、戦いが、後の府中で待っていると思うんですけれども、そこに向けてもね、今回ちょっと落とせないとかそういった陣営の意気込みもあるのかもしれません。まあ正直ね、この段階のデータにおいてはあまり資格は伺えなかったそんな一頭です。あともう一個の構想率が高いというデータなんですけれども、こちらの方がスターズオンアース、この牝馬に該当するんですが、年内に牡馬混合 G1 を連帯した牝馬、この該当馬が2231とかなり高いね、そんな馬券内率を誇っております。天皇賞の特徴といたしまして、昔から牝馬と相性がいいです。それこそエアグループの、ね、歴史的な勝利とかもあったわけなんですけれども、そこからもうトントン拍子でというか、例えばヘブンリーロマンスですとか、このレースでいうとブエナビスタなんかもね、勝利を収めているという、そんないわゆる牝馬にとって相性がいいレースとなっております。やっぱその中にも一つ特徴がありまして、まあ、基本的にはですね、やっぱボボと互角の戦いをしていたかどうか、中でも年内にこうボボ混合 G1 での連帯力がある、ここを乱すことによって、ね、さらに構想率が跳ね上がっているという、そんなデータとなっております。該当馬のスターズオンアースですね、こちらについても補足をさせてください。こちらが昨年の牝馬二冠馬だったわけなんですけれども、当時のオークスがですね、これかなり強調すべき時計だと僕は考えております。当時の勝ち時計2分23秒台だったわけなんですけれども、オークスを2分23秒台以内でクリアした馬、勝った馬、それに該当した馬で言いますと、例えば、まあ、今年のリバティアイランドもそうだったんですけれども、遡るとジェンティルドンナとか、ラブズオンリーユー、アーモンドアイ、もう言わずと知れた名品がずらりと並ぶような、そんないわゆる出世時計をね、買ったという事実は見逃せません。で、2走前の大阪杯がね、某混合の G1 戦だったわけなんですけれども、当時が休み明けでの一戦だったんですが、それでもですね、勝ち馬をギリギリまで追い詰めたという、直線の短い、阪神内回りだったんですけれども、それでも進化を発揮したという、そんなレースぶりでした。まあ、前走ビクトリアマイルからの休み明けという、そんなローテーションではあるんですけれども、こういったデータですとか、そもそも牝馬が強いこの一戦、そういった諸々を踏まえますとね、やっぱこの条件でも評価を落とせない、そんな一頭です。ここからプラスアンですね、いわゆる馬の個性に特化したようなデータをお伝えいたします。この該当馬の方がジャックドール、こちらに該当するんですが、秋の芝 2000m 成績が3001とほとんど大崩れがありません。まあ、唯一の馬券圏外がね、もう記憶に新しいと思うんですけれども、昨年のこのレースでした。当時はパンサラスターが大逃げする形だったんですけれども、この馬がですね、番手に行くわけでもなく、道中4番手ぐらいですかね、それぐらいの位置にいたんですけれども、瞬発力勝負で後続の3歳馬に先着を果たすとかね、そういったような形になっております。まあ、当時いろんなね、賛否両論があったと思うんですけれども、僕の中でやっぱね、積極的に行かないときついよねという、そんな言葉が浮かんできてしまいました。まあ、それを図らずも証明したのが今年の大阪杯だと思いますし、当時は逃げる競馬でスターズオンアースの追撃をしのいだという、そんなレースにもなっております。で、まあこの後です、その後ですね、その大阪杯勝って、その後安田記念でもそんなに負けていませんし、で前走の札幌記念かなり特殊な馬場だったので、ね、そこはちょっと参考外と捉えても僕はいいのかなというふうに思っております。そしてこの馬に関して言うと、やっぱ昨年のある意味そういった失敗というかね、そういったものがありますので、今回そこまで突っかけていくような馬もいない状況を考えますと、それこそ大阪杯、なんなら去年のパンサラサ的な、そんなおにぎもしていいんじゃないかくらいに思っているわけなんですけれども、まだ僕はこの馬終わったとかね、そういったことは考えておりませんので、思い切った競馬をしてくださいという、そんな願いも込めてという感じになるんですけれども、今回まあ一つデータの部分でもね、この馬を取り上げさせていただきました。最後にお伝えするのがですね、今回出走する馬の中で構想率が低い方のデータです。こちらの該当馬の方が2頭おりまして、エヒトとプログノーシス、この2頭に該当するんですが、国内 G1 の出走歴がない馬が00015と1頭も馬券圏内がありません。この中にはですね、例えば条件重賞とか連勝していた遠心光であったりですとか、同じく重賞連勝中だったシーグアス、さらには4番人気に支持されていたアンビシャスとかね、そういった馬もいたんですけれども、全て馬券圏外という、そんな結果に終わっております。まあ、このレース結構実績馬が来るということで、それが先ほど申し上げました人気馬の結構硬い傾向とかね、そういったものにつながっていると思うんですけれども、やっぱ G1 経験、国内の G1 経験がないことはね、かなりマイナスと言わざるを得ません。で、該当馬2頭いるんですけれども、この中だとですね、おそらく人気が想定されるプログノーシス、こちらの方をお伝えさせてください。
まあ、この馬ですね、前走札幌記念を圧勝したわけでして、2走前も海外 G1 で連帯しているような馬台はあるんですけれども、国内の G1 はね、まだ出走経験がないというそんな一頭です。まあ、今回左回りの東京に当たるわけなんですけれども、そもそもこの馬、東京自体も出走経験がないということで、結構今回は内々尽くしみたいな、そんな状況が生まれてしまっております。まあ、近日をちょっと何とも言えないというか、結構特殊なというかね、そういった競馬ではあったんですけれども、例えば昨年の冬ですかね、冬の中日新聞杯とか、まあ、勝ったんですけれども、金庫賞なんかもね、やっぱ後ろから行くという、そんなスタイルが定着しておりまして、後ろから行き過ぎて果たして届くかどうかですかね、そういったところになってくるわけなんですけれども、今回はおそらく上位人気が想定されるこの馬にとってはね、ちょっと今回の今段階のデータにおいてはマイナス材料となってしまいました。はい、以上で天皇賞秋のデータ分析は終了となります。こちらの一戦なんですけれども、結構データで見ちゃうと、今回人気が想定される馬のね、明暗が分かれたようなそんなデータ分析となっております。やっぱ G1 経験というのはかなり重要な一戦でもありますので、結構硬い傾向は過去のレース見る限り示してはいるんですけれども、その中でもね、結構絞って狙うとか、そういった戦法が良いのかもしれません。この動画が、ね、参考になったらぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。